岡山に帰って、で親父がやりかけてた、まあ、直島のプロジェクトをやって、そこでやっぱり180度考え方変わったんですね。やっぱあまりにも東京というか、その過度な近代化とか過度な都市化に慣らされすぎてて、まあそのツケがこの瀬戸内海っていうのは日本の国立公園の第1号ですから、富士山の先、そういうところに亜硫酸ガスが出てくるような工場ができたり、産業廃棄物の不法投棄をしたりで、まあ、さらにハンセン病の方を閉じ込められても、うん、とんでもない国やと思ったんですね。もう東京という町が日本を作って、東京という町が日本を壊していると、本当にとんでもない。だからそういう、僕はそのレジスタンスがやっぱり原点ですね。要するに個性と魅力のある地域の集合体っていうのが僕の考える日本の再生の姿なんですよ。直島に美術館と、こうびっくりしまして、で一緒にこうろうろしながら、ここはちょっと難しいですよという話をしました。はじめ福武さんとこう見てて、東京から来るでしょ、岡山まで来て、あの変な電車に1時間乗ってまた船乗って、その時は便利で合理的で経済的なものだけが一番いいと言われてた社会ですから、これ全部ないんですね、不便だから、この行きにくいとこに来るかと。今西洋の人が大体半分以上泊まってるんでしょ。これはね、大変なことなんですよ。日本のこの島にパリから来るのはなかなか大変ですよ。だから西洋の人たちがここに来たいという時に、私はいつもやめといた方がいいと、遠いですよと言うとるんですが、いや絶対に行きたいと。写真でも見ると、ビデオでも見ると、ここに行ってみないと自分の人生がなかなか終わらないから行くんだとこう言うて、うん、まだ大阪に帰ってきた時に会うとね、輝いとるのね、結構元気になっててね、うん、そういう人たちを見ていると、やっぱりみんなよく生きることを探してるんですよ、うん、だから来られるんだろうな。